ようございます、やすさんです。今日はですね、京都の方にグランピングへ行こうと思います。まあね、このね、梅雨の時期ですので、まあ、天気は微妙なんですけどね。さあ、どんな感じになるでしょうか。はい、今日はね、グランピングということで、このキャンプのね、セットは今日は持っていかないです。これは我が家のね、キャンプ棚です。今日も持ってくる？どうぞ。よし、行こうか。持って行っていいよ。最初何持っていこう。今日の荷物です。今日はですね、あのプールがねついてるということで、こちら水着と泳ぐ道具ですね。でこっちがクーラーボックス、はい、食材入れる分で、これがね炭ですね。はい、ダイソーで買ってきました。炭とこの着火剤になってます。はい、荷物投入完了です。まあ、やっぱりね、キャンプじゃないので見てください、もう荷物めっちゃ軽量です。さあ、それではね、そろそろ出発しようと思います。まあ、天気もね、なんとか持ってますので、まあ、雨降らずに行けるかな。さあ、行きましょうか。そしたらさあ、行きましょう。さあ、車乗りました。じゃあ今からね、行ってくると思います。行きましょうか。今から行ってきます。はい、行ってきます。ゴジラさん、舞鶴着きました。ここはですね、舞鶴レンガパーク、有名な観光スポットだそうです。ちょっと初めて来るんでね。パパ、立ち乗って。はい、なんでこっちなの。こっちやで。あ、これか。日本遺産舞鶴赤レンガパーク。はい、チーズ。はい、オッケー。なかなか情緒がありますな。あ、すごい。そうそう、ここ来るまでにね、あの自衛隊のね船があったんですよ。あ、そう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 、この海軍のね船がね。そうか、何か関係あるんやな、ここな。すごい素敵。なんか映えそうやで、ゆうちゃん。映えそう、映えそう。ここほら、めっちゃ映えそう。なんか海軍の施設だったよね、ここはね。え、すごいな。うん、あんまりちょっと興味がないんでね、まあ、よくわかんないんですけど。あ、何これ、これ何、戦艦ミカサやん。僕が運転してる分。あ、これが鉄砲な。すごい、かっこいいやん。これが鉄砲な。うん、そう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 、あそこの太い棒みたいなのがなんかガスみたいな。すげえ、何にもない。何やろな、ここ何にもないな。ただこれだけ、うん、さっきのあれやろ、プリクラやろ。そうだって。さあ、今日のね晩ご飯をこちら舞鶴のトレトレセンターでね買いたいと思います。まあ、せっかくなんで晩ご飯は海鮮物をねいただきたいと思います。よし、じゃあ行きましょう。
で、こちらへ行くとおトイレ。さあ、トイレ綺麗やろね、おそらく。これトイレ綺麗です。めっちゃ綺麗。で、こちらがお風呂。曇るで。どれどれ。あ、お前温泉入ったよね。わ、熱いわ。あ、行こう行こう、出よう。温泉が。あれ温泉だそうですよ、あれ。